定となるということで、アイドルは寝起きでもアイドルだなかっていう現象まで今からやっていきます。ターゲットはサクさんです。行ってまいりましょう。おはようございます、サクさん。サクさん、おはようございます。サクさん、あのマスクをしていただいてもよろしいでしょうか。なんかちょっと、うん、え、何それ。あサクさん、なんで今ね、あのちょっとこっち見て、これをこの早口言葉を早く言ってください。3回ね。今せーの、はい。カエルペコペコミペコ、もっともっと、カエルペコペコミペコペコ、カエル合わせたペコペコミペコペコ、もう一回、カエルペコペコミペコペコ、合わせたペコペコミペコペコ。はい、じゃあね、これにさ、サインしてほしいんだよね、ここに。はい、いつ起きた。ピリピリペンでした。サク、はい、見て、ドッキリ大成功。大丈夫？ちゃんとアイドルできた？できないよ。朝だもん。視聴者さんに一言。朝は、あの、これあるかないかだけでめっちゃ変わります。首全然違う、全然首を痛めるか痛めないか、いやマジで首痛い。効果つきましたけど、どうですか。効果、あ、俺にとっては全部日本なの。ベトナムしか海外、どういう意味。これで霊感目覚めたらお前どうする。責任取れよ、本当に。いっちゃ嫌だもん。いや怖かったです、本当に。恨み返したい、本当に。やり返したい、マジで。スタッフ陣には言ってください、これ。ドッキリ大成功。